はいどうもこんにちは、キトです。受験数学のシャープ118で今回積分と不等式ということで、まあ、積分で表された方程式というような話っていうのを、前回とか前々回とかやったりしましたので、まあ、今回方程式の続きで不等式というのを見ていこうという感じであります。はい。で、どういうふうな話なのかというと、まあ、実際の問題だと、まあ、積分に関する問題の誘導の一つとかで出てきたりする場合っていうのが多かったりするんですけど、もしくは最終的になんかそれをヒントとして、まあ、具体的な値の不等式を求めようみたいな感じの話が多かったりするんですけど、まあ、細かく見ると方針っていうのは2つなんですけれども、まずはそのうちの簡単な方を見ていきたいと思います。はい。で、実際例えばどんな感じで出てくるのかというと、1から2の x 分の1。で、これは問題にどういう値が来るのかって状況次第ですので、まあ、状況によって対応しなければいけませんが、具体的には、何か積分があって、その計算結果が何かより小さく、例えば何かより大きいことを証明してください、みたいな、まあこういう不等式証明みたいなのが多いです。で、これをどういうふうにやっていこうかなっていうのを、ここでは学んでいきたいと思いますが、じゃあ実際例えばこれを使、これが分かると何が分かるのかというと、こういうふうに簡単な問題であれば計算ができるので、例えば最終的な誘導の一番最後のオチとしては、例えば何かヒントがあり、ログ2の不等式っていうのを何か証明してくださいとかいうような話があったりとか、まあ、ある程度誘導とセットになってくるので、ここら辺に関しては、まあ、その問題に応じて対応しなければいけませんが、例えばこの例を考えるんだったら、ログ2っていうのがどういう範囲なのかっていうのを考えているっていうのと同じです。はい。で、もちろんこれ計算できるので、まあ、ログ2というふうに調べてもいいんですけど、まあ、問題文にあえて積分の形で書いてあるので、まあ、積分の形で考察しましょうね、というのが基本的な話で、じゃあ積分っていうのはただの微分の逆だというような話だけではなく、面積というふうな捉え方ができるという話がありました。で、実際じゃあ今回で言うと、1、点としては1、1という点と、A に対して2分の1、2、2分の1という点があって、高さが2分の1、こっちの高さが1、みたいな感じで、じゃあここの部分の1から2の部分の面積、この面積を大小関係で不等式を作ってくださいねというのがここで言っている意味なので、じゃあこの面積をどうやって評価しようかっていうのを考えていきたいと思います。で、まずは非常に、ざっくりとした評価。で、まあ、問題によってはこれで意外とできてしまうことっていうのも多いんですけれども、長方形評価というふうに呼ばれたり、まあ、呼んでいたりするものなんですけど、まあ、この区間におけるこの斜めの面積、よくわかんない面積を知りたいんですが、じゃあこの範囲内で一番最大の瞬間っていうのは今回、単調現象ですので、一番、左端。じゃあ、今回この面積っていうのがあるんだけれども、ここの部分っていうのは一番大きい部分、ここの面積の方がまあ大きいよねと。で、逆に一番最小値で持ってきてあげて、そのうちのここの面積よりはこいつっていうのは大きいよねというような感じで、こういうふうに判断、こういうふうに評価してあげる。これがまあ長方形評価というような話。で、じゃあこっち側の面積、こっちが1で高さは1。こっちだったらこっちが1で高さが2分の1。なので、2分の1。1の間だというふうにわかります。つまり、まあ問題文で 0.5 と1の間であることを示せというふうに言われたら、まあ最大値、最小値に注目してあげれば、これでチェックすることができました。はい。で、じゃあ必ずしもこういうふうな形で最大値、最小値で長方形作ってあげれば評価できるのかというと、必ずしもそうではありません。もうちょっとより厳しい評価ができますかっていうのを求められてくる場合もあります。その場合の対処法っていうのを見たいと思いますが、どうするのかというと、大きい方に関しては、今回下に凸なので、まあ実際微分すると、マイナス x 二乗分の1で、もう一回微分すると、プラスの2の x3 乗分の1となって、まあ、正の範囲では、正の範囲では2回微分が正なので、まあ、これは下に凸だと、いうことがわかるので、じゃあ下に凸だということは、両端結んであげると、上の部分がはみ出るよということなので、まあ、それは面積としてはこっちの方が大きくなるぞと。じゃあこういう風な感じで評価してあげよう。じゃあ下からに関しては、真ん中の接線、ここに2分の3という中点があった時のここの接線
まあ、これも下にトスだから、直線の方が下側に来るよということで、これで評価してあげましょう。そうするとこの面積より大きくなって、両端結んだよりも小さいよという感じで評価できます。はい、で実際じゃあこっちの面積で言うと、こっちが2分の1、こっちが1ですので、上底足す仮定括弧閉じるかける高さ割る2で4分の3、すなわち、まあ、さっきは1より小だったんだけど、より厳しく 0.75 より小さいというのがわかります。はい、でこっちだったら、微分したやつっていうのがマイナス x 乗分の1なので、マイナス9分の4っていうのは傾き、 x マイナス2分の3足す、3分の2ですので、マイナス9分の 4x プラス、3分の4というのが、この直線になるので x1 というふうにしてあげれば、マイナス9分の4足す9分の12ですので9分の8、こっち側が9分の8、右側は x イコール2とするので、マイナス9分の8足す9分の12ですので、こっちは9分の4、括弧上底足す仮定括弧閉じるかける高さ割る2、3分の4かける2分の1ですので、こっちは3分の2か。すなわち、まあ問題文に3分の2より大きいというふうに言われたら、中点の接線、中点における接線っていうのを持ってきてあげて、こういうふうに評価してあげれば OK。まあ実際出てくる問題だと、まあ大体結構長方形でいけたりする場合っていうのが多いんですけれども、まあそれでいけない場合っていうのは、こんな感じで台形で結んであげれば、まあ基本的にこれでうまくいきます。で、あんまり、見たことはそんなにほとんどないので、実際そんなには出ないんですけれども、まあもうちょっとそれよりもさらに厳しい評価をしたければ、例えば上からであれば、まあこんな感じで、まあ2つに真ん中で分けてあげてそれぞれでやると、まあ普通に単純に結ぶよりも、より厳しい余白の部分が少ない評価ができるので、まあそれでもさらに、できないのであれば、こういうふうにやってくれればいいのかなと思います。はい、ということで一応これっていうのが、まずこの中身のグラフっていうのがパッとかけて、どの面積かっていうのが簡単に判断できるよっていうような場合の対処法でした。では次に、じゃあ例えば E の、sin x 乗ぐらいな感じのちょっと複雑な状況っていうのを考えてみましょう。0から2分の π ぐらいでいいですかね。はい、例えば、こんなような不等式っていうのを考えようというふうな形で考えてみたいと思いますが、例えば、これだと中身のグラフっていうのはよくわかりませんので、なかなか複雑な動きをします。で、実際ちょっとだけ書いてみると、e の x 乗に対して x が0だと e の0乗ですので1。で、2分の π だと大きくなるので、2分の π だと0コンマ1と2分の π コンマ e というような感じで、まあその0から2分の π に相手はサインっていうのはだんだんと大きくなっていくので、まあなんかよくわかんないけれども、まあだんだんと増えていくんだというのはなんとなくわかりますが、なので実際ある程度の面積だというのはわかるんですけど、ただ、実際じゃあもうちょっと複雑にすることもできたりするし、そういった場合っていうのはなかなか考察するのが難しいと。で、そういう場合どうするのかということなんですが、この場合は一部に注目してくれれば OK です。今回で言うと、e の x 乗っていう中に特に sin x っていうのが入っているような形で、いわゆる合成した形の e の sin x 乗というような形となっているわけなので、じゃあ例えばこっち側の部分的のこの sin x っていう方に注目してみたいと思います。はい、でこういう sin x であればある程度簡単に書くことができて、今そのうちの0から2分の π っていう風に考えているので、じゃあこの部分で考えようと。で、例えばここにおいて同じようにやってくれれば、sin x 0から2分の π の間であれば0と1の間なので、e の0乗、e の sin x 乗、e。で、あとはこれを積分してくれれ、積分してくれれば、1かける2分の π、 こっちっていうのは e かける2分の π で、まあ要するにこれっていうのがさっきの最小値最大値による評価ということに他なりませんが、例えばざっくりとこういうような評価することができます。
で、じゃあこれでもさらに足りないよっていうような場合に関しては、もともとのこの中身の部分で考えてあげて、例えばこういう風に接線と、これは上に凸ですので、こっち側の例えば接線とか、まあもちろんこれ中点の接線でもいいんですけど、とかで取ってきてあげると、まあもしくはこっち側1でもいいんですけど、0と2分の π っていうのを結んであげると、π 分の 2x よりも sinx っていうのは、大きくて、まあ、こっち1でもいいし、原点における接線であれば、微分して0代入すれば1ですので、傾き1の直線でもいいんですけど、例えばこういう風にしてあげれば、π 分の 2xe の sinxe の x で、まあ、これで、積分してくれれば、あとはここを計算することで、評価できて、まあ、例えば、こっちであれば、e の x の、0から2分の π という風になるので、e の2分の π マイナス1というような感じで、まあ、よりちょっとよくわかんない値にはなりますが、まあ、具体的な値として e の2分の π マイナス1より小さいよというような感じで、評価できたりするので、まあ、もし複雑な状況となっているのであれば、その中身の部分っていうのに注目してあげて、そこでの不等式からこの、元々の定積分に帰着させてあげれば OK です。はい。ということで、今回は積分と不等式ということで、シャープ118見ていきましたが、まあ、今回簡単に書ける例、ちょっと複雑な例2つ見ましたが、まあ、基本的にこの2つを押さえておけば困ることはないので、まあ、この2つをしっかりと身につけておくといいのかなと思います。はい。ということで、今回はここら辺で。また見てください。バイバイ。